大阪のど真ん中の大阪城公園からお送りします。現代に急ぎ関西あやとり愛好会会長の山下です。昭和17年満州法典生まれです。あやとりを一層面白く、また糸をもつれさせないためにも完成後の技を磨く菊藤流。一人あやとりに取り組んでます。前回は、メロディーあやとりということで桃太郎の歌の1番2番を歌いながら往路、続いて3番から6番まで歌いながら巻き戻し逆回転、一通りやってみました。今回は巻き戻しの技ね、ちょっと研究しましょう。往路の方さっとやってみます。日本の構え、これから始まってまた日本の構えで終わるというのが、まあ姿形がよろしいでしょうか。桃太郎のゆりかご、田んぼ、川、また田んぼ、ごめんなさいなんか虫がここに止まってました。そしてはい、大きなダイヤ、馬の目、空中ブランコ、はい、ブランコに飛び乗って、はい、鼓、お船、海馬桶、よく虫が来ますこれを下に落とします。この時あの左右小指だけでこう支えてね、で落としますね。ここちょっと注意してくださいね。小指だけでこう支えて落としますね。そして親指で取って吊り橋、中指で取り合って、はい、どんぶらこどんぶらこで、はい、また日本の構えに戻りましたはい、巻き戻しです。逆回転、最初の場面はすでに取り上げましたね。小指でこうこう腹で取って一ひねりしてね、小指と小指こう揃えて入れて、そこへ他の指も全部入れて、続いて親指やはり一ひねりしてね、親指揃えて入れて他の指も全部入れて、これで巻き戻し成立しました。ここで、中指外して親指も外して、さっき申し上げましたように小指だけにしてね、この吊り橋を小指だけにして今度は上に上げますね。さっきこう上から下に落としましたね。今度は上に上げます。そして人差し指でこの斜めの紐をね取ります。こちらの斜めの紐は親指で取ります。そうしますと鼓になりました。これを小指離して小指親指の輪に入れて、この垂れてるブランコをこう背中で押さえますね。先ほどの、空中ブランコの逆モーションですね。小指離してこの親指の輪に入れて、親指の輪に入れて真ん中に持っていきますね。そしてブランコを背中で押さえますね。そして上をこう束にしてね、上を束にして人差し指でこうすくいます。そうしますと馬の目、大きなダイヤになりました。
続いて親指で2本あるうちの1本をこう押さえてね、綺麗な形にします。こういうふうにね。そして親指をこの小さな三角にこう入れます。三角にこう入れます。そして小指を離しますと田んぼになりました。続きまして人差し指この輪に入れて、はい、この人差し指で斜めの紐を取って、今度小指このスペースに入れてまっすぐの紐を取って親指離します。そして親指でこのバッテンの紐をこうすくうように取りますね。そうしますと川になりました。ここで、親指の紐を外して人差し指にかけます。そして人差し指の紐を外して親指にかけます。こう入れ替えるわけですね。そうしますと田んぼになって、はい、最終ラウンド、中指をこの真ん中のスペースに入れて、その上のスペースに、人差し指を入れてこの紐を挟むようにしますね。中指と人差し指でこう挟むようにして、で上のスペースには小指を入れて、でこれを外して、こうしますと親指でこう取りますと、ちょっとこの辺ご説明が難しいんですが、とにかくこの桃太郎のいずかごに持っていきます。そして最終上でこう軽くぐしてね、どんぶらこどんぶらことやれば元に戻りますね。どんぶらこスタート、どんぶらこで桃太郎のゆりかご親指で取って、田んぼ、中指を真ん中に入れてね、すぐ上のスペースに人差し、薬指入れてこれを挟むようにするんですね。挟むようにしてその上のスペースに小指入れて、ここでこれどう言うたらいいのかな、これでなんか動きがもうなんかはっきりしませんね。なんとなくちょこちょこっとこうやればこうなります。なんとなく動かせばね。すみません、ご説明がうまくいかなくて。はい、桃太郎のゆりかご、まあこの辺はまあ勘というかちょっとした要領ですね。細かなところなかなかご説明難しいです。そして上で軽くグーしてね、掴んでどんぶらこどんぶらことやれば戻りますね。はい、あやとりは本当にいろいろね、まあ演出といいますか表現形式といいますかね、さまざまあって本当に奥が深くて面白いですね。興味は尽きません。一生かかっても極め尽くせるものではないでしょう。はい、整理体操ゴムです。大変失礼しました。